この動画は、シニスターレーンを、からくり立てでクリアしたものです。敵が外れパターンでも、少人数で、クリアしたい。まだまだ模索中ではありますが、少人数でやりたい、という人に向けて、ざっくりとした解説を添えてお送りいたします。さてまず、我々のギフトの状態などから、戦闘の要であるからくり、装備やアタッチメントについては、ブログで詳しく解説されているので、そちらでご確認ください。サポはコルセア、ビーストロールなどをかけてもらいます。そして獣使い、ギフトは1050以上。装備は、低音に、命中オブメをつけたものが主です。最初はダラクアルン。まずは、カラクリが仕掛けます。マトンが挑発をしたら、フェイスを起動すべく、殴りに行きます。その後、マトンの位置を調整。フェイスとの距離を離します。その後、ペットを当てて、ひたすら連携で削ります。ちなみに、シャントット2のマジックバーストは、ほとんど入っていなかったので、呼ばない方がいいかもです。トカゲのブレインと、トラのレーザーファングで、ひたすら灼熱持ちつき。そうそう、シャントット帝国、を買ってないし、やってないので、ダンゴムシみたいな足装備がありません。15秒チャージでやってます。ダラクアルンは、テラーやアムネジア、ヘイトリセットなどがありますが、それほど強いわけではありません。とはいえ、ギフトなどでペットを強化していなかった時は、攻撃がスカスカでした。1050になって、コルモルにディストラをしてもらうことで、まともに当たっている、という感じになったのです。そうだ。大事なポイントが一つ。ペットは豆にいたわりましょう。なるべく呼び出す。を、使わないでやらないと、2体目以降のピンチで困る場合があります。アルタナムルスムなんかも、持ち込んでいくと安心でしょう。ペースを崩さず、コツコツ削って、6分ほどで討伐。さて、問題は2体目です。なんだか、テオドールが、2体目に来ることが多い気がするんです。こいつは、たとえ6人で挑んでも、時間がかかりやすい敵です。もやもやがかかると、しばらくの間、ずっとブリンク状態になります。それでも、やることは1戦目とほぼ同じ。注意するのはテオドールとの距離ですね。近づいたままでいると、範囲攻撃を食らってしまいます。あ、アプルル死にましたね。このように、アプルルの位置がまずかったら、なるべく位置を取り直した方が良さそうです。割と変な位置で落ち着いてしまうことが多いので、困ったものです。テオドールが喋り始めたら、無限ブリンクの合図。ティアガをすれば、3秒ほど、剥がれるらしいです。今回は、やらなかったですけども。でもまあ、なくてもブリンクなので、たまに当たったりします。そんで、解除とともに放たれる、ヒモグラティス、という技。これがフルに食らうとアムネジア30秒。そして大ダメージ。範囲が広いので困ったものです。こういった時に、アルタナムルスムを持っているといいですね。本当にね、テオドールは、頭に来るぐらい時間がかかるんですよ。頭に来たら、スペシャルアビを使っちゃってもいいんですが、タイミング次第では無駄になってしまうし。結局、テオドール戦、12分くらいかかってしまいました。さあ、3体目。こいつを倒せばようやく報酬がもらえます。今回の3体目はハーサーか。広い範囲での瀕死ダメージ技があります。カラクリに、位置の調整はしてもらうものの、獣使いは、結局食らう位置での戦闘になるので、結果として、くっついたままの戦闘となっております。また、敵の位置調整の時、この敵に関わらず言えることですが、カラクリ本体が死なないように気をつけましょう。何度かやっていると、
迅速に位置を固定できるようになってきます。あとはまた隔熱連携を繰り返して削るのみです。まだ全種類と戦えていないので、データが揃い次第それぞれを詳しく解説したものをアップしたいと思います。別の構成でもチャレンジ中です。コンテンツレベルが130なので、そこそこ敷居が高いものではあります。でもそれなりに育てば十分チャレンジできるもののようです。最初にも言いましたが、カラクリの装備やアタッチメントはナズズのブログでご確認ください。マトン次第で安定感がだいぶ違ってきます。逆に獣は命中がなんとかなれば、あとは工夫次第って感じです。募集シャウトに漏れたり、自信のない方、カラクリ氏の皆さん、がっつり強くしていなくてもなんとかなるんだと挑戦するきっかけになれば嬉しいです。本当にざっくりですが、今回はこの辺で。ご視聴、ありがとうございました。他のも見たい、という既得な方にはチャンネル登録がおすすめだよ。画面のチャンネルボタンを押してね。今更ですが、これからもよろしくね。